ここがロープウェイ乗り場だ。ねえ、早く行きたいのは山々なんだけど、仕返ししなくてもいいわけ？バレットが村のおっさんたちに侮辱されまくって、私までムカついたんだけど。いいんだ、行こうぜ。事情も教えてもらえないのかな。お金に目がくらんだとか言われてたよね。私が知ってるバレットはそういう人じゃない。何か誤解があるんじゃない？来ねえな。マリンも来れる生まれだよね。来れるには良質な石炭が取れる炭鉱があってな。村の住人は少々気笑いが性根はまっすぐな、そんな連中ばかりだった。それを俺はめちゃくちゃにしたんだ。全部俺のせいだ。いいところだったぜ。誇りっぽくて貧しかったけどよ、のどかで村のみんな仲が良くてよ。それなのに魔鋼という言葉を知ってから全てが変わっちまった。反対してるのはダインだけだが。俺は反対だ。炭鉱を捨てるなんてありえない。じいさんたち、親父たちが命がけで守ってきた財産だ。でもよダイン、もう石炭なんて誰も使わない。毎日体が悲鳴上げるまで働いても俺たちは年々貧乏になっていく。ダインさん、魔鋼炉が完成すれば収益の一部は村へ還元されます。皆さんの生活は保障され、今よりも豊かになるんですよ。なあダイン、俺はミーナにこれ以上苦しい生活をさせたくねえんだ。それは俺だって同じだ。でもだからって石炭が用済みだなんて認めたくない。俺たちも用済みってことなんだぞ。これはもう生き方の違いですね。となれば話し合いでどうなるものでもないでしょう。村長、そろそろ氷結に移っては。ケツを取る。それから2年ほどで魔鋼炉が完成して、試験運転も順調だった。みんな喜んでたよ。これで豊かな生活が始まるってな。でもある日、魔鋼炉が爆発した。お前たちも山で見たろ。神羅の軍隊がやってきて、村は焼かれ、大勢が殺された。スカーレット、スカーレットがやったの？ひどいな。でも
どうしてそんなことになるんだ。爆発は村の反対派の仕業ってことで処理しようと考えたらしい。もちろん誰もマコールに近寄っちゃいない。完全なでっち上げだ。許せない。ああ俺も許せねえ。でもよ、一番許せないのは俺自身だ。マコールに夢を見て村をその気にさせたのは俺だからな。バレット、さあ行こうぜ。